しっかり響いてくれるのに、音のつながりもいいでしょ。そうですね、つながりが良くなりました。おお、875って感じになりました。ありがとうございます。すごいつながりが、まあ、でっかい M1 の性もあると思うけどね。あ、でも本当そのツヤっぽさがなくなっちゃってたんで、うん、ストレスなく音が伸ばせるようになってます。ありがとうございます。音の伸ばしが楽しいですね、この楽器。でも音は875って調整してるのとしてないので全然違う楽器っていうか、とにかくタンポの奥側、電気だけ入れるとね、塞がってるように見えるんですよ。で、俺も同じようにね、仕事終わって拭いてみて、なんか反応悪いなよ、下の方が特に。ここで紙挟んで、はい、あ、ケツスカスカじゃっていうのが分かって、それでちょうどあの作ってた道具をそれまであんまり使ってなかったんやけど非常に多用するようになった。角度を変えるね、この M1 ネックの初期の頃がですね、やっぱ設計はちゃんとされてたのに組み方がちょっとっていう状態だったんですね。組み立てが悪かったんだね。だからこの本当の良さを引き出されてない個体が多いんですよね、うん、あの水槽感とか音の太さとか吹きやすさとか。 875EX 負けてないで、なんか適度にブリッとしてるから響かせやすいというか。